はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画の伊藤です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーターを始めていきたいと思います。今回の10位、浅草サンダーボルトです。能力見ていきましょう。いや、10位とは思えない強さです。スタミナがすごい。スピスタ、ダビスタじゃないけど強いです。これはここ周囲に踊り出ましたけど、その周囲を守っていくためにはもうフルメンバーで行くしかないってことですね。特にこのゲームやっぱり中盤が大事になってくるので、ね、中盤の強化を重視した方がいいです。正直これ互角だって思った方がいいですね。こちらが負けてる部分も S の数を見ると結構ある。10位でも強敵です。キックオフ、パス、選手点を決めたいが、そうは簡単にはいきません。青柳、うまいチャンス、キーパーがうまいところにいたな。やっぱり強いです。ノーバッチ、ファールかな。トーマス、これいいシュートだが、夏木がここに待っていた。能力とか見えないかな。おお、コーナーキックになってしまった。結構ピンチです。あ、悪いとこにボールが行ってしまった。あーか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 ー、おー、もうナイス。さあ、一気に反撃です。このね、カウンターが結構重要。強い、先制。やりました。くるみとよ、くるみと喜んでおります。前半24分、リードを奪いました。守備を切り取ってゴールのシュート。さあ、しかしまあゴール前はしっかり守りたいところ。ボールをやっぱり守っておく必要があります。うん、取られましたけど、いつまでも取られないことが大事。インターセプト、萌えが取りました。そうですね、ボールを保持することが大事です。うまい、今日横飛び。追加点を取ればだいぶ楽になるんですが、そうは問いも下ろしてくれません。はい、中盤が疲れております。そうですね、中盤の役割がすごいでかい、このゲームは。さあ、前半もあとわずかです。前半終了。おお、サヤとミオは結構疲れてるんですが、まだ強敵じゃないか。なんですね、このチームは。後半開始。おっと、草薙抜かれてしまった。さあ、ここで体勢が大事。
お、ノーホイッスル。疲れました。お、裏を変えた緑。またキキョ横飛びだ。そろそろ変える。本当は疲れてますね。特にやっぱり中盤を意識して変えないといけません。花子もいるぞ。スイッチ効果結構よくあります。花子に変えましょう。あとですね、ディフェンダーはちょっと弱いですね。なんか、かなり、花火。花火行ってみようか。これで交代枠を使い切ります。出てしまった。さあ、チェンジです。さあ、相手も変えてきますね。さあ、右から左に攻めます。後半はノーイスル。本当によくパスが出ます。なんか脇にくるみが脇に下がって緑が決めてるっていうのがですね。お、また萌が救った。何やってんだ。ランコが取りました。緑左からマドカ。これホイッスルです。イエローカード。リオです。浅草サンダーボルト。ルミが蹴ります。直接。少しこれは弱いか。今度は緑がファール。もういいセンタリングだ。入り組んでる。マナミが。さあ、まだピーチは続くぞ。さあ、ここでしっかり持っておくと相手のチャージがきつい。が、こちらが有利に入った。落ち着いている。ノーホイッスルだ。一気に縦に来た。最後の勝負をかけるか。うまくブロックしました。さあ、残り時間がもうほとんどありません。アディショナルタイムは2分。さあ、逆に攻める。さあ、もうほとんど試合の時間がない。さあ、ラストでしょうか。追加点。試合終了です。勝ちましたね。チャンスだったんですよ。まあ、キーパー横飛びとかあったりして、逆にこちら いくつか危ない場面もあったんですが、そして前半24分、唯一の得点です。この試合緑。幸子も見事、ミオも見事、そして決めた緑。後半24分ですね。萌えがこれいい仕事するんですよね。2回も失点のピンチを救いました。最後の攻撃です。ここは及ばず。緑がアグレッシブに行きますね。課題がなかったか。もちろん首位キープです。2位はリマッセ大阪。メンソーレ那覇も含めて勝ち点1点差で接近しております。休みですね。
次は高知シマトスです。もう5点差で圧倒したチームですね。6位なんですが、まあ6位でも上がってきたばっかりなんでっていうのもありますよね。まあ結構強いなこのチーム。キーパーが別に押しとじゃなかったっていう。でも5点取られてるのはあまりですね。まあ、前回はホームでしたから今回はアウェーなんで、そういう意味では油断できないかなと。ちなみにジャパンカップも間もなく始まります。マルカトーレ青葉に関しては控え選手を中心に行くんで、スタメンクラスはですねそんなに出ないんですが、それでも大詰めですね。全22節、あと5節、連勝で1点で優勝を決めたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。説明欄にはこれまでカルチョビットアーで遊んだ動画の記録プレイリストに載せております。動画最初から見れますのでぜひご覧ください。この動画最後まで10秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。